っていきましょう。最強世代極み高校県大会2回戦、まあ、最強世代になりかけですね。まだ来年が最強だと思ってるんですが、まあ、この3年生の高島の代は、勝てたらラッキー。これはもう高島見よう。あ、でもさっき宮園ミート極まったんだよね、アイテム使って。まあいいでしょう、別に宮園はこれからも見れるし、高島でしょやっぱ大事なのは。センター会社の高島、お前星500強ーい。強くない？普通に強ーい。オール A 天才以外で行った人まだいなかったんじゃないの？オール A ってすごいね。オール A、 あの四天王世代でもさ、和田がいたな。おー、どうだったか。まだ特能が欲しいね。いいやつ。今日は角田高校です。4番を1年生に任せてるっていう何者だ、あれ主人公か。東169キロ着々と上がっていく。あ、矢田くんが今日ピッチャー出るかもしれませんね。矢田くん、そうだね、ベンチ入りさせました。ほらもう見てください、不調マークですよ。やだやだっつってますよ。試合に出たくない、やだやだ、家に引っこもって学校も行きたくない、もう飯食ってドラクエやりたいって感じの学校ですね。どうしようかな。オーダー的には特に変えるとこないっすよね。前回ダメだったけど、まあ、前回ボロ勝ちだったんでね。そうだね。てか あんまりも勝ちすぎると他のやつ出せないっていうね、悩み、強者の悩みですよ。誰かこの高校を打ち倒すやつはいないのかい？角田高校とは聞いたことないぞ。さあ宮城、どんな実力なんだいと。極み高校、まずは初戦はね、あの優勝候補の気仙沼をボコしたところでございます。宮城県に戦慄走る。おや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 、こんなレベルで極み高校と戦おうなんて肩腹痛いわ。あ、やった、表だ。岩佐137キロの FD スラーブ真空。中島、斉藤、吉野、転生なし。内田、藤井の伊賀、伊賀の忍者です。林凛、松本優、大橋凛、三好くんです。安いな。もうビダマイツ、松尾芭蕉、奥山佐野、松本和夫、阿部秀則、米沢拓也。まあ何も転生もいなければ強くもない。さあここは強振のセンター返し。はい、高島くんの取り扱い説明書、ババン、強振のセンター返し、これで打ちます。おや、あー詰まった、ボール球だったね。今日はちょっと気持ちがなんか高ぶってんのかな、注目選手だから。三者凡退です。ありゃ、おー、ヒットエラー。大丈夫です、大丈夫です、抑えますんでね。はいはい、チャンス。おー、誰誰誰誰誰誰、堀です。おー、フリー、堀です。堀エモン、ここに来て堀くん、左広角打法出ました。うわー、いいですね、堀くん、見ないところでもちゃんとですね、ちゃんとやってますよ、こいつ。三浦出ました、木村出ました。あ、3連打。いや、東マジで打ちすぎだろ。打率めっちゃいいです、4割3分。4割3分一番打っとるやん。さあ、センター返しの高島行きます。流し打ちだと思わすっていうのね。やつは流し打ち持ってるから気をつけろ、インコースやってこいって言ったやつをセンター返しする。第2球、野球の基礎ができてます。ナイス、選球がいいね。流し打ちだとホームラン打ちそうな気がしちゃうけどな、今。でも違うんですね。でも痛烈なピッチャー返しだと思う、あの強烈なゴロを、センター前で。ゴロ弾道極みなのに。うん、あれ流してヒットだな。打ったからよし、ナイス。今日はちょっと高島くんのお腹の調子が悪いっぽいな。はい、抑えていく、ちゃんと抑える。あれあれ、今日の試合ももうすぐ終わっちゃうかもしれない。今日追加点、あ、出た、打つやつ。打撃めちゃめちゃ強いねん、アズマックスストレート東。なんかここまで強いならもう逆にね、1年生を先発にしてで、ヤバくなったらアズマみたいな感じもできそうだな。打ったかー、いや、守備悪っ、守備悪くて全部ヒットや。堀くん、流し打ちの堀、サードじゃねえ、スリーランホームラン。また打っちゃうんじゃないのこれ。パワー、いやー、この世代やっぱ強いね。一番強い、1、2年生の時に強かったのに、それで3年生になったら、まあ、それはバケモンよ。堀だったらあと1年あるでしょ。まだまだ1年あります。春もこれはもろたな。これはもらったね。今台来てるよ、アウトになっちゃったけど、ちゃんと完封するっていうのがもう強いですね。東が強いね、もうマジで東の安定度がやばいわ。ピッチャーが強いと極み効果も強くなるんです。さあ来年どうしよう。あ、来年もいるんだっけ、アズマ。来年もいるよ、でもその再来年だよね。なんだこいつ、来年の秋から。なんかアズマとか3年生クラスだから、3年生だと思っちゃうわ。確かに3年生クラスだ。なんかあれだな、なんか1年おまけしてくれてるモードみたい、大学生。これが1年生から使った効果。いや、打て高島、どうした。い
ょっとお腹痛いです。いや相手が弱いからちょっともう悲しいになんないんじゃないの。よくないよそれ。投げました。あー待って、飛ぶなー、アウトコースだ。ガメ、まあ、監督が言う、怒っちゃった、怒られちゃったから、まあ打ちますか、これでいいんでしょっていう高島のこのナメックです。アウトコース高めを引っ張り気味に、あの飛距離、素晴らしい弾道極み、ナイス。今日リードを5点に広げます。はい、ナイスナイス。金属バットをうまく使ったようなね、当てるようなバット、素晴らしいです。あのまたエラーしてる。まだまだ続くよ。早めに代打しとかないと、だね、勝っちゃう。太田くん出ようか、チャンスで。弾道極み、太田紀之。どうも、みんなを幸せにする規定の1年生だ。規定の1年生か。悟空語使いました。規定の1年生。あ、来たよ、はいはいはい、はい、やべ、ボケに突っ込んじゃダメだな、そういう、なんだろう、 なんて言うんだろう。投げました。ナイス、よし、よくないことをしたのすべて流してくれました。あれ、オタクってこの間なんだっけ、レッドボール、ファーボールか。まあ打率がなかったからさ、出てるんでもこの間。キャッチャー B 三浦。なるほどね、キャッチャーは控えいるのか。あ、大野くんだ、出た出た、ムードメーカー大野。でも大野くんはもうムード以外いらんよ。1年生で出すのは村田かなとは思うけど、別にここは次のバッターでもいいんだよな、木村でいい。大野くんは、あ、ごめん、三浦なんで大野くんの話まだする。いらないでしょ、何。もういいよ、絶対大した話じゃない、なんだ、言ってみろ。大したことないよ。なんだ、大したことないから言うの恥ずかしくなってきた。息合わな。第9投げた。で、大野くんなんですけど。いや、するんかい、何。いや、いや、気になってっかなと思って。何、大野くんはムードメーカーなんだから、応援団団長になって、あのベンチから外れてスタンドで応援してほしいっていう話でした。それでムードがね、はい、それじゃ遠いんだよ、ちょっとやっぱベンチの中にいないと、あいつのムード。後ろの席取っとけよ、そっから話せばいいじゃないかよ。あらら、これゲッツ、踏めばよかったんじゃないの。ひどすぎ、相手がひどすぎ。木村優ちゃん、この間ホームラン打ちましたけれど、確定打打っちゃったけど、ここはもう1年生のね、成長を兼ねて、もう君たちは帰っていいよ、もうどっか遊んでっていいよ。代打村田。まだほら、お前ら宮城来てから3ヶ月ぐらいやん、まだ観光してないイメージとかあるんじゃないですか。行ってこいよお前ら。そういえば村田は打席変えました、総力極みなんで。お、左打席。第9投げた。転がして三遊間、これが一番いいかな。前回盗塁をね、ダイソーで決めてくれました。素晴らしいですね。いや、いいバッティング。ああ、悪くない当たったけど。ああ、ちょっと、ああ、ちょっと、ああ、盗塁できるよ。ナイスナイス。お前ら絶対に1回はエラー、びっくりマークつくんか。魔物使ってないにもかかわらず。あずまももう快適レベルだな。かよ、盗塁成功したらかよ。まずは一塁牽制。ほな、1年生村田くん、盗塁2です。村田くんはね、50% の確率でうちの高校に来てくれましたからね。やったな、お前。送球めっちゃ良かった。相手エラー4なんですけど。元村、次期エース候補元村。まあ来年のね、入学式はね、天才転生のダルビッシュ有学いますから。まあ元村くんとかはもうあんまいらないかもしれない。おや、打たれちもうてるよ。まあ何点取られても大丈夫でしょ。何点でも返してくれるでしょう、ここは。元村励まします。さあ変化球極み、本村極み。全然本村で抑えられる相手だと思います。変化球中心いきましょう。第9投げました。アウトコース。ジャイロボールなかなかいい手応えあるんじゃないかな、これ130キロの割には。第2球、まあちょっと球いますかな、うん、遅いけどジャイロボーラー。第3球を投げました。いい緩急。ああ、いいよいいよ、岡本に取らせて。岡本、お前の存在忘れていました。やばい、すごい。前回打ちましたけど弾道足りず、フェンチョクでしたね。でも引っ張りが得意だったね。第9投げました。もう本村の投球、投球位置右、これに期待ですね。なるほど、本当だ。投球は3球目投げました。いい緩急だよ本村くん。変化球懸命なのに自分で緩急を出してくる、偉いよ。分かってんね。あ、分かってるよ。キャッチャーのリードもあるかもしれませんか、本村。次はなんだ、ストレートか。いやー、振らないか、うち。ここはやっぱ得意技はやっぱ変化球ですよね。変化球、いい緩急よ。木村慎吾、あぶねー。なんかこれ多いよね、キムシン。あら、三者凡退。ありゃ、あ、あ、やべやべ。あ、ここからはもう7点コールドになっちゃうんで、もう魔物使ってもうボコボコにしましょう。ぶっちゃけ高島くんももうあんまいらない。そうだね、でもこれ大体あれしたらいなくなっちゃうもん。いなくなっちゃうか、見れなくなっちゃう。でもお前がホームラン打っても変わんねえから、ちょっと長打打て、長打長打打ってくれよ。長打っつってもホームランじゃねえぞ。
いや最高すぎるけど、まあシングルヒット、シングルでも7回だから見れるかな、見れるかな、見たいな、あ見れる、よかった。じゃあ岡本、岡本あれしちゃいますね、打ち切っちゃいます。グレーの岡本、あでもいないか、どうの、あれ、あ、あれ、あのあれ出しちゃった、ガンケン一応見てみる、いやいや、打とう、まあ打つか、打てるでしょ、うん、引っ張りが得意だった、本当は盗塁したいけど盗塁いいというね。第9、それなんですよ、ラインドライブからね、あの野球マス一応パワーヒッターあった時にさやってきたんだよね、はい、ラインドライブが消えてしまう可能性がありますが、はいはい、よろしいですかって、あ出たんだ、あ出た、でもダメだった、第3球を投げました、打ちます、ナイスバント、岡本ダメダメやな、さ田村魔物ついてくるよな、よしナイスタムちゃん、こういう魔物はいい経験値稼ぎになるぞ。さあここから30点取りましょう、タムタムラもういらないかな、タムタム、じゃあ見ようかな、大西左ピッチャーじゃないというね、どうせならホームラン打っちゃって変わんない、大丈夫、じゃあ木村にしようか、まずは木村から見るべきかな、キムユサードいない説あるな、これいいよもうこんなかってるや、またやってくれるよ、また俺が俳句読むからよ、木村センター返しか、今回は第9、通報時極みでまだね全然能力強いわけじゃないです、なるほど、また甲子園制覇したらさ、誰かが2つ極めることできますから、その候補も、ね、総局その候補もねあればね、例えばすごいパワーがあるやつがミートになるのもあるし、めちゃくちゃ当てるやつがうまいのはパワー鍛えてホームランバッターにさせるもんな、あ岡本にねミートとかしてあげたい、ね、なるほど、残りの 2年生、うわいいね、ナイスアスリート、いやナイスアスリート、いやいや、どんどん行こうどんどん行こう、阿部ひつこう、阿部ひ、ナイスナイスラン、来た1年生太田、極み高校と戦うとなんか死神持った変なやつがオーラがバーンって出た瞬間にみんなエラーし始めるって今伝説になっております、北海道から伝わってます、伝説の魔物、アウトコース来い、ホームラン打て、あ来た、北北海道から続き今宮城まで侵食しております、第3球を投げた、外角高め、いや太田かっこいいな打ち方、マジで太田大使館あるな、なんか第4球を太田大使、おぉいよ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 、うわぁ風が残念だったね、惜しい、太田いいバッティングセンサーね、今日さらに1点追加、9対0、まあでも代打もういないんだ、もういないからもうバカスかやろう、一応大野くんがいますけどムードメーカー大野、じゃあ本当あれ見ていいかな、大西、大西もあの実戦で使えるかどうかちゃんと試したいんだよね、これで使えなかったらお前ベンチ外だよね、そう強心臓、ああ残念ながら強心臓はどうせあの信頼できないなら代打も意味ないから、見してみよお前の力をよ、ここでホームラン打たれてね、このピッチャーは、第2球、はい、まあまあまずはね、こいつカット打ちの大西だからさ、やっぱカット打ちって弱いかな、アウトコースに来た球をパチンとホームラン、これ投げた、はいカット打ち発動しました、さあどうなるか、これが吉と出るか京都出るか、こっからなんすよカット打ちは、ここからここから伝説が始まりますよ、1カット終わった、おお、まあ強豪校のセンターだったら取られてた可能性がありますけど、これは大西君あまり評価ポイントはもらえないんじゃないか、もうお前3年生ですからね、年だからお前は、総力極み村田君、いやこいつ1年生強い、お前強いな、第9投げた、外れたボール、あとはいい感じのバッティング能力があればな、一郎になってもらいたいわ、これは振り子打法で、じゃあライトにしてあげよう、まあいいね、第3球を投げました、ミラトの名前が偶然的に一郎であることを祈るわ、おーかっこいいねそれは、もうなんか運命がある、投げました、いいよよく見てるよお前、一番打者のなんかセンスあるよ今のところ、さっき盗塁失敗したけどな、投げました、5球、盗塁失敗して打つ方もねゲッツー崩れだったけど、はい、今のところセンスないやん、投げました、打ちました、ナイスカット、はい、よいカット、さあ頑張れ村田、食らいついていけ、応援したい、投げた、よく見た、いいね、それはいいよ、さ あピッチャーだこれ、変えようか、まあじゃあ大野くんいくどうも大野です、ムードメーカーやらさせていただいております、本来はね、団長にしようと思ったんですけど声が小さいもんでね、あのベンチにさせていただきます、あのめっちゃ応援とか励まし上手だけど声めっちゃちっちゃい人、大野です、マジで大野が出る展開になるとは思わなかった、投げた、さあお前はどうなんだ、自分にムードあるのか、中島くん乱れてるね、投げた、おいい当たりしたね、ボール気味だったけど残念ながら、残念ながらアウトですが、足早っ、あら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 、ひどい、ナイスかも、
さあこの回20点取ろう。20点来ました。堀セーフティーバントも面白いけどね。セーフティーバントやろう。で、あのバント丸突き刺す。なるほどなるほど、経験近すぎや。せーの、ポン、エラ、普通にセーフ、普通にセーフ、ナイス。よし、でもう一人もできるな。せせせスイング、お前全然打てないやん。せせせスイング、全然打てないやん。まずはワンヒットを上げよう。せせ献上させます、ワンヒット。満塁だけど大丈夫かな。あ、ヒットあってますよ。せせで、高島が、高島いねえやもう、あ、いたわ。高島がかましちゃうんですよ。今日なんか調子悪いですね。今日右、あ、でも打ってるか、センターに。センター外、シット、ありゃー、どこがセンター返しやねん。取られてるし、終わったか、センター返しの時代。流れがあるからね。ホームラン打ってるけどね、今日。そっか、お前だよ、問題は。なんか灰色ですね、あんた。そう、グレーの岡本です。ちょっとお願いだよ、岡本、相手絶不調よ。ちょっと岡本下がるぞ、これ。名前だけでお前4番、今のところ。あ、オッケーオッケー。あ、今パーで持ってったね。ヒット1本ナイス。真ん中高めにチェンジアップを投げるというね。あ、時止まってて。やっぱ岡本総局にしてゴリゴリのあのゴールキー高校にしたいな、ミートも。はい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 、それには優勝が必要ですからね。いや、チェンジアップこれ打てんぞ、みんな。投げました、ナイスナイス、素晴らしい、ナイス。太田くん、さっきいい当たりしたよ、ライト方向に。流し打ちもしかして得意。マルチなんてなんだ、得の。もう一発やない、2本目、うん、一発打ってる時じゃない。なるほど、おかわりと関係ない。あ、おかわりないんだ。第9見送ってストライク。そう、おかわりない。そうか、プロスピしかないんだ、おかわりは。そうだよ、マルチなんだな。そうだ、2球目空振り。さあここ太田、初めてのホームラン、さっき打ったようなもんだよ、あれは。投げました。あー、いいバッティングだけど、ちょっと浅い。残念、これで3アウトチェンジ。これで終わりだね。戦いの表が終わって、求む交番右の矢田英二って言うんだ、あんた。そしてマウンドに上がります、三振。大西ライオン君が皆さんを守備強化させます。お前が言うな案件だよな。お前だけには呼ばれたくないです。矢田君降りた、東が早く終わらせたいんだけど、って。早く宮城の観光地名、観光地名どこある。いや、あるでしょ、仙台でしょ。仙台か。ポケモンツアーしたでしょ。ああ、はいはい、楽しかったね。なんかやけにレベルが高いポケモン謎解きツアー来ましたよ、仙台で。何してんだか、仙台の街中を走りまくって。いや、マジレベル高い。ああ、やだやだやだくん、やだやだ。名前がダメだな、こう。やだやだ言われてる、絶対言われてるもん、やだやだとか。137キロどうですか、このストレート。お前なんだっけ、急速極み。あ、急速極みか。急速極みじゃなくてやだやだって言ったもんね。危な、打たれてんな。本村のやっぱりコントロールの違いかな、これは。まあ速球中心にしてるけどね、こう程よくフォーク使ってほしいよね。木村いいじゃん、サブポジキュアン。いや、いいね木村。お前のね、ニコ先輩にね、あの大西ってやつがいるんですけどね、あいつね、あれ今処理できませんでしたからね。今日は眼鏡の出番なし。まあ眼鏡はもう出なくていいでしょう。矢田君と本村君を強くすることを優先でしょうね、これは。せっかく自分キャラ付けされたのに。じゃあ岩見君、お疲れ様でした。かわいそう、なんか眼鏡とか言われてたら下ろすときに岩見君って、いつもニックネームで言われてたのに、首報告するときだから、あの本名で言う。フルネームで言ってあげるよ。岩見なんだっけ、覚えてない、そんな。あ、もうそれすら覚えてない。ナイスバレー、素晴らしい。いらなかったのホームラン。一発持たないでくれよ。堀が弾道2になりました。謎、あ、ホームラン打ったからか。全然レベルが上がりません。あ、木本村がスライダー4になりました。全然何もかも何だったんだこの時間って感じですか。まあ、しゃあないか。もう俺たちにかなうやつは甲子園の大都会高校ぐらいしかねえんで、待ってる大都会高校、東京まで進出してやるからな。宮城からあと何個ぐらいだ、どのぐらいだろう。宮城の剛腕、もう道の子終わっちゃったね。本当だ、え、あ、違うよ、道の子は地方だから。あ、地方、まだ道の子ですな。おーっと、これはあれですね、トーナメント表で唯一あの極み高校と張ってた石巻ってやつですよね。石巻かな、石巻。どうなんだろうね、花巻、石巻、石巻。おー、まあなんか順当に勝ち上がってるからね。全然大丈夫だな、多分強いとこもないし、これはもらったかな。あといくつだ、3だ、あと3勝ですよ、これポンポンポン。いきちょうね、宮城も一周目制覇やよこれな。甲子園まで楽勝なんじゃないですか、これ。